で、まあ、武蔵野山市の人口の推移の下に、まあ、人口フレーム、まあ、目標なのかなっていう感じで、まあ、設定をされていたから、まあ、それについてちょっと話をしてみようかなっていう感じで、まあ、概要版とかに一応書いてあるから、うん、で、まあ、2030年で、まあ、人口が約7万、まあ、6千人、うん、で、今が、まあ、令和2年が、7万1998人だから、まあ、ここから4000人ぐらい、まあ、増加を見越していると。うん、で、まあ、具体的な案としてはまあ3つあって、まあ、令和22年、うん、を目標に、まあ、合計特殊出生率が 1.70、うん。で、20代前半の転出超過について、まあ、早期解消。で、三つ目が子育て世代の毎年、まあ10世帯ずつの増加みたいな感じっぽいねって。うん。